こんにちは。今日はこちらのオバールケイト、黒と白があるんですけど、オフホワイトって感じですね。これね、やっぱいつも使ってるオバールケイトよりちょっと太めのものなんですね。これをちょっと使っていこうと思います。まだあったので。でね、これオバールケイト入れにしてるんですけど、でもね、作り方っていうか上にリンクを貼ってるんですけど、これなんていう糸で作ったのかな。めっちゃ可愛いですよね。これ上にリンク貼っときます。で、まあこの黒はね、素材9が 75%、 ナイロン 25% ですね。で、5306番でこういうのです。で、かぎ針の指定が3号から4号って書かれてると思うんですよね。まあ、今回はね、5号でやっていこうかなと思います。で、こっちは白、ホワイト。こういうのですね。カラーナンバーが5300ですね。で、まあ、黒をベースにして、白で文字を入れていこうかなと思ってるんですね。その文字をね、入れていくのも、ちょっと図みたいなの書いていこうかなと思ってるんですよね。はい、こんな感じでね、ちょっと汚いんですけど。でね、ここいるかなと思うの、後で付け足したりとかしてるんですね。まあ、これでいけるかなと思ってて、このマスのまんま数を入れていこうかなと思ってるんですよ。これだってね、1、2ですよね。で、例えば、1、2、3、4、5みたいな。これを見本にして、ちょっと入れていくだけの、あれなんですけど。なんかこういう風に編んでいって、まあ、この文字を白で入れていけたらなと思ってるんですよね。あのポーチを編みながら。で、丸底で編んでいこうと思ってて、で、今使ってるお散歩バッグが、マチがね、9センチあるんですよ。だからね、その9センチ、だから丸型でしようか、楕円でしようかっていうところなんですけど、まあね、横長なので、マチが9センチの。だからね、その、丸型って言ったらこれぐらいになっちゃうんで、ちょっと大きくしたいなと思うので、楕円でね、ちょっとやっていこうかなと思いますね。楕円。ちょっとね、出していきます。まだ黒だからね、見にくいかもしれないですけど、ちょっと黒でやっていきますね。まあ楕円のやり方は別でも撮ってるので、まあよかったら見てみてください。これで編もうとしてた。で、5号でやっていきますね。で、鎖編みで始めます。ウィンしてグッとしてね。で、ここから鎖編みを1、2、3、4、まあ大体、そうですね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15ぐらいにしようかなと思いますね。で、立ち上がり一つで裏返して、ここじゃなくて、根元じゃなくて、次のここに裏山を取っていこうかなと思いますね。で、細編みをずっと15鎖編みしてきたので、15細編みを取っていこうと思います。でね、まあ黒だからね、ちょっと見にくいかなって思うので、一番最初だけ細編みの1個目のところにマーカーしとこうかなと思いますね。で、15最後までやっていきます。重ねてくるとここが15個目なので、15個目入れますね。細編みして、で、同じところにあと2つ入れます。で、私の場合はこれも巻き込んでいくので、こうやって巻き込まずに1回だけこっちにやって、で、1回目。で、同じところにもう1個ですね。その時にこっちにまた巻き込んでいきます。これをやることでね、結構いい感じで巻き込んでいけるので。で、ここから、私は15の鎖編みでやったので、13。両端の2目は抜けて13ですね。普通の細編み1つずつ。13入れていきます。では、13、ここまでやっていきますっていうかね、ここで巻き込んでましたね。こういう風に針を入れてからこうやって引っ掛けて、で、この糸始末っていうかね、ここで済ませるようにしていってましたね。で、巻き込んでたのをここでまた針を刺して、ある程度巻き込んだらね、もう外していきますね。こういう風にやってたのをこう外します。で、細編みでまた、まあ、数えながらですよね、ずっと。13。こういうふうにね、一つずつ入れていきます。まあ、ちょっと黒だからね、見にくいんですけど。まあ、いつもと同じことやってますね。で、往復編みで、まあ、
こう増やしていこうと思うんですけど、まあ、それもね過去に大深編みのものをやっているので、よかったらそちらを見てみてください。で何段編みましたみたいな感じでまたやっていこうかなと思います。でここは一番最後ですね。ここ最初の細編みが入っているところ、ここに細編み2つ入れます。1、2で今回も往復編みでやっていきますね。最初の細編みがここなので、ここに針を入れて引き抜いて立ち上がり1つ、でこの時点で一番最後のところね、細編み入れたところマーカーしときますね。で裏返しにしていった時にすぐ分かるんで、こうやって裏返しにした時に一番最後のところ入れたところにから始まりますね。細編み2つで始まります。でこの時にね、この、まあ、ここは多かったのでまあ取りますよね。取るついでに最初の細編みの頭、ここにまたマーカーを入れていってっていうことを癖づけていくと、まあスッと迷わず入れていけるかなと思うんですよね。私はね、いつもなんかここじゃなくてこことか言って、このマーカーをつけていくのをね、めんどくさかったので、まあそういう風に言ってたんですけど、なんか分かりにくかったみたいで、なんかね、分かってくださってる方もたくさんいられたんですけど、なんかね、初めてやられる方は特にね、こういうマーカーをつけていく方がいいかなと思いますね。な感じ。ちょっとね、まあ、私のやり方でずっとやってたので、まあ、そこまでね、気がいかなくて申し訳なかったですね。こう、ここからね、また13コマ編みをしていきますね。まあ、そんな感じでずっと増やしていきます。で、また一番最後に、とこに入れたら、また一番最後のところにマーカーしてっていう感じで、ね、裏返し裏返しでやっていきます。ではね、ある程度のところまで、ある程度のところっていうかね、まちがね9センチなので、まあ9センチぐらいまで広がったらそこで立ち上がりをつけていこうかなと思ってますね。ではやっていきます。こんな感じで10段編んできました。でここでだいたい測ったら、まあ9センチぐらいだったので、まあちょうどいいかなと思って、まあ若干ね広がると思うんですけど、ここからまあ締めなしで編んでると、まあこれでちょっとやっていこうかなと思います。で交互にこれは編んできたんですけど、でこのね側面も交互で編んでいこうと思うんですけど、まあ名前っていうかね、こう入れていくので、まあちょっとねこの編み目を見たらガタガタするかなと思うので、まあ今回はねちょっと同じ方向で入れていこうかなと思ってます。で何段か同じ方向で行くんですけど、まあこっちは表で、ね、こっち裏ですね、糸が出てるから、で増し目なしで、ここじゃなくてここっていう感じ、いつも通りね、まあこれは裏を見てるので1段目だけこういう風にやっていきますね。こんな感じ、一つずつ入れて、だからこういう角張ってるのもねちょっとなだらかになりますね。でこうなんていうんですかね、同じ方向で行くので、今回極力ね、こういう風に斜めに行っちゃうんですけど、普通にこういう風に編んでると、まあ、私はね、だからこうこっちはあんまり引かないでいて、でここでグッとね引っ張るイメージでやっていくと、まあ、そんなにもね斜めに行かないかなって思うので、まあ、そういう風にやってたんですね私は。だから今回もそういう感じで同じ方向で細編みをひたすらやっていこうかなと思いますね。これでね、ずっと何段か、まあ、そこからね、この名前を入れると、まあ、そこに隠れるかもしれないので、まあ、ちょっとね、段を上げたところから名前を入れていこうかなと思ってですね。ずっと、これも、ね、増し目のところがどこかっていうので、まあ、ここから増し目なしで編みましたっていうことでね、ちょっとマーカーをして、まあ、何段編みましたっていうのは言っていこうかなと思います。ではやっていきます。あ、ちなみにね、円の増やし方、楕円の増やし方、これを書いてみたんですけど、今回15目で始まって立ち上がり1つで、この V って書いてるのは同じところに2つ入れてますね。で13コマ編み、同じところに2つ、同じところに2つっていう感じで読んでます。で10段まで、こう一応広げてみましたね。まあ、何か参考になればと思います。ではやっていきます。編んでて、で一周来て裏を見てたので、ここまでですね、このグッとなってるところまで。まあ、1段目はこうで、この上からはこう普通に
同じっていうかね、表を見て編んでいくので、ずっとこの最初の根元からやって一番最後の細編みまで編むっていう感じで何段かやっていこうと思います。こんな感じで4段編んでました。でこの辺はちょっと引き抜きとかしてたんですけど、やっぱりここもね、引き抜き立ち上がりなしの方が綺麗かなと思うので、まあここからね、ここからっていうか2段ぐらいやってたんですけど、引き抜き立ち上がりなしでやってます。ここは一番最初で細このマーカー入れてたんですけど、だから細編みしたらマーカーっていう感じでね、ずっと入れていこうかなと思ってます。でこれでまたね、こういう風にやっていって、まあ、この辺でね、文字を入れていこうかなと思うので、だいたいこういう風に見て、ここですね、ここからちょっとやっていこうと思うんですよね。で、まあ、だいたいこの辺からここの一番角を入れていこうかなと思うので、まあね、ちょっとバランスがね、ここはみ出たらどうしようとかね、こっちまで、まあ、数はね、数えたらいいと思うんですけど、まあ、大体この辺かなっていう、まあ、大体ですよね。ここの角がここにしようかなと思うので、ちょっとここまで来るところまで黒で編もうかなっていうところですね。こうやってでね、今回この文字のところをこの普通の細編みでやるとやっぱり歪むんですね。こういう風に見るとこうやって斜めにいったりとかするので、これをねずーっと見てたらね、これメリアス編み風で編んでるんですけど、大体こっちの方がまっすぐいってるなと思うので、まあ、この編み方でね、この区間っていうかこの名前が入る区間だけメリアス編み風で編んでいこうと思ってるんですよ。同じ方向でいくし、で他もね全部メリアス編み風で編んでいくとかなりの数なんで、まあ、めっちゃ時間かかると思うし、だからね、まあ、そういう意味でも黒は目立たないからいいかなって思って、だからこの文字以外のところは普通の細編みをして変になるかな、その文字の区間だけね、文字の区間でちょっとわかんないんですけど、メリアス編み風で編んでいこうと思ってるんですよ。ここも普通ですね、普通に細編みして、でね、ここからもう大体ないですけどね、一応目安としてマーカーを入れてるだけなんで、これで白を入れていこうと思うんですね。こうやって、これもね、何も考えずにやり始めたんですけど、かなり時間かかりますね。細いのをちまちま編むので、ここでこっちは裏なので糸が出ているので、こっちに糸を当てて、でこう引き抜いて、まあね、こう入れるときはこうですね、前の細編みのこの中途半端なところで入れますね。こう当てて、ちょっとこう残しといて、で、ぐっとこう押さえて、こうですね。で、次のところで入れるのを入れるんですけど、このね、細編みはこっちの分ですよね。だからこの次だなっていうところ。この次の V の中。で、この裏のところは V の外っていう感じで、ね、で、この白は巻き込んでいこうかなと思いますね。で、黒はこっちで使っていくので、黒も巻き込みます。それでね、細編みを入れていって、それでね、1本だとね、やっぱり細いんで、2本にしたいんですよね、この文字全部を。で、この文字と文字の間も2個にしたいので、全部この、イメージ的にはこの一マスは全部2個としてカウントするのでしていきたいので、この横も2222でここ3個見えてるんですけど、これ2倍で6個横編むってことにしようかなと思ってますね。縦もね、この1段ってやろうと思ったんですけど、まあちっちゃすぎるかなと思うので2段っていう感じで、そういう感じで見ていこうかなと思ってます。で、この文字と文字の間、これも2つ開けようと思って、1つが開いてるので、まあ、そんな感じでちょっと見ていこうと思います。ですね。で、こう、ここだと、6かななんで横が。
それも書き直した方がやりやすいんだと思うんですけどね。で、次メリアスアミフなので、ここなんで、だから黒のとこもね、メリアスアミフで揃えて編みますね。この文字の区間を、文字の区間って言っていきますねいいですね。で、ここもね、V、こんな感じでちょっとやっていってみようかなと思って、まあ、ここの V になるのはね、まあ、しょうがないなっていうところ。6個だとね、こう結構大きい字になるかな。3個の方がいいかな。もうこうみたいなね、なると思うんですよね。6個だからね、O だけでこれだからでっかくなりそうですね。まあ、考え物ですね。まあ、3個でいいかな。1個ずつのカウントでいいかな。うん。ちょっと1個ずつ、やっぱりやります。3個下から、次はね、黒なのでっていうところですね。この文字と文字の間なので。まあ、1つずつでカウントしていこうかな。まあ、それもね、好みがあると思うので、私はちょっとね、ちっちゃめがいいなと思うので、文字。だから今回はこういう風にして、まあ糸のね、この太さにもよると思うしね。今回は細いからね、ちょっと太めの感じっていうかね、2個ずつでカウントしようかなと思ったんですけど。で、ここは黒だから、まあ、同じように V で取っていきますよね。で、この時もね、次また白使うから白も巻き込んでますね。まあ、ちょっとずつこれどっちかが巻き込まれてて、どっちかを巻き込んでますね。で、1個で次白、また3個ですね。この C の下のところだから、この時点でね、またこの黒の出来上がりのところで白、ここでちょっとねじって変えるって感じですかね。で、また3個って感じで、まあ、これもね、ちょっとだけメリアスアミフで編んでいくので、まあ、全部だとね、もうめっちゃしんどいってなる方もおられると思うんで、ここだけだからね、この練習にもなりますよね、メリアスアミフの。こういった感じで、ちょっとね、進めていこうかなと思うんですよね。もうちょっとやりましょうかね。そうですよね。ここはね、細編みのところを、メリアス編み風で取っていってるので、最初だけこうやってやりにくいんですけど、この今やってるメリアス編み風の上を取っていくときはまだ楽になると思うので。3ですよね。で、3個目のところで次黒なんですよ、私の場合は。だからね、この黒をまたこうやってね、ねじって。まあ、ねじらなくてもいいと思うんですけど、ねじったらね、ここで引っかかってくれるから、私はやりやすいなと思って。で、次またね、黒を1個だけなので、ここはね、ちょっと世話しなくなるんですけど、ここでまた巻き込みますよね。ここでまた白に加えるんですね。次1個しか開けなくていいので、白、これで1個黒になってますもんね。で、次また3個、こんな感じずっとね、見ながらやっていきますね。で、こうやってずっと巻き込みながら、外そうかなと思いますね。結構巻き込んできたので、1個、2個、最初ね、このグレーをベースにして白にしようかなと思ったんですけど、それも可愛くなりそうですね。いろんな色で作りたいなと思います。3個目、で3個目したら、また次黒なので、黒こう持ってきて、まあ、本当はね、ここ巻き込んでるところが緩んでる可能性があるので、まあ、引っ張ってからね、こうやって軽く引っ張って緩みを解消させてからこうやるんですけど、まあ、3個だけなのでそんな気にならないかなと思うので、まあ、ずっと何もせずやってるんですけどね。気になる方はこう引っ張ってやっていただけるといいかなと思いますね。で、また黒1回で巻き込む。
で次また白なのでこう置いといて、こうやってもいいですね。白で白が次1で黒白黒白って感じなんですよ。次なんかややこしいややこしいややこしいってなるからね、ちょっと忙しいんですけど、白に変えたと思ったら次黒なのでこう黒にして、で黒を編んだら、黒編んで巻き込んで、巻き込んだと思ったら次また白忙しいですよね。白で白だから次も白なんですけど、白を巻き込んだら次また黒なので黒って感じで、ね、こんな感じで巻き込んでいきます。じゃあこうどこまでいったかなってこう戻って見てみてもいいですね。3個で黒白黒白あと黒白なんですよね。黒ここまでやろうかなと思いますね。あとはね文字できましたみたいな感じでお見せしようかなと思うんですけど、ここでまた白あと一つ白がいるので、を引き抜いて白、あでもなんかねここの底だけ見ても私の理想通りにいけそうですね。うん、2倍にしなくてよかったですで次ね黒でずっと編んでいくので、こうやってね黒を入れて、であとはもう黒でずっと、でねこの白はねここしか使わないのでもったいないからねカットしようかなと思ってるんですね。私はこうやってまあ1個ぐらいは、ここはねちょっと巻き込んでカットしようかなと思いますね。どっちみち糸始末しないといけないので、ここはねもう一つだけメリヤス編みして、この端ですよね、この文字がないここの一番端やって、あとはもう細編みで進めていこうかなと思いますね。普通に細編みしててもねめちゃくちゃ時間かかるから、で今回はねもう黒のところに白を巻き込んでいってるんですけど、まあ今回はもういいかななんていつもね気にするんですけど、だからね極力表に出てこないように裏にこう当てて巻き込んでいきますね。それだとまだマシなのであんまり目立たないですよね。というか全く白が出てきてないので、これでね結構巻き込んでカットして、またねここからつなげて白、この2段目っていう感じでねちょっとやっていこうと思うんですよね。これねいい感じで入っていくと思うんですけど、で巻き込んだらある程度巻き込んだらねこう軽く引っ張ってあげて、で1個ぐらいこう細編みしときますよね。そしたらここで糸をもうギリギリでパチンとカットして、これでねスッとまた一周やってきて、でまたこの辺でまたここでさっきみたいに立ち上がり引き抜きなしでやって、ずっとここまで来たらまたこの上の、まあ、2段目1個ですね。で2段目は白黒白黒白白黒みたいな感じで見ていきます。まあ分かりにくいわって方はさっきも1段やりましたっていう感じで2段目ここっていう感じでね見ていくと分かりやすいかなと思います。で2段目終わって次3段目っていう感じでねこうやってずらしてやっていくと、まあ、確実に入れていけるかなと思います。ではねこのここまでやっていこうかなと思いますね。やっていきます。こんな感じでずっと編んでて、ちょっと2段目なんですけど、まあ、この O なんですけど、これは O はね結構可愛くできるかなって想像できるんですけど、これ C にしたらいいんですけどね、ここはギザギザってちょっと気になるので、まあ、もう一段編みたいなって思ったりとかして、だからねこの高さ、この高さの段のところは2つずつ見ていこうかなって思ってますね。まあどうかな、それもねちょっとバランスを見ながら、うん、やっていこうと思うんですけどね。それも全部をすると変になったりとかもするのかもしれないし、だからねちょっとこれに
とらわれずやっていこうかなと思ってますね。だからここもね、O も、まあここに合わせて、まあこっちが太いのにこっちが細いっていうのもおかしいと思うので、まあここも合わせて、2段目も、だから1つ分を2つ、2段分として見ていく感じですね。めっちゃ大きくなるのかな、O が。まあ、それもちょっとね、こうバランスを見ながら入れていこうと思います。ではね、もう出来上がりのところまでやっていこうと思います。はい。何度もすいません。なんかね、どうしてもこの M のところがね、ちょっとおかしくなるかなと思って。だからね、ちょっと、このね、間は全部1のままいって、で、こういう縦、なんか色が入るところは全部2個ずつやっぱしようかなと思いますね。で、この O のところは、この間がね、この黒なんですけど、この中のところですね。これも1でカウントして、この両端のこの O のここの部分は2、そういう感じでやっていこうかなと思ってんですよね。なんかおかしくなるかなと思って、このまま進んだら、あね、これ以上進むとね、もう戻りたくないとかなるから、ね、今だと思うんですよね、やり直すとしたら。まあ一応こういう感じになりましたっていうところをお見せして、またね、違う、まあ、ここを見られてね、何か思い浮かぶ方もおられると思うんで、ちょっと残しとこうかなと思いますね。こんな感じで私は、この縦の黒の部分は全部1段で、1段っていうかね、そうですね、1個開ける感じでやって、で、この白の縦のとこも、は2であって、そうですね、この、ここも2であって、だから結構ね、ややこしくはなると思うんですけど、出来上がりのところまで今度こそやっていこうかなと思ってます。で、一番最後でまたやっていこうかなと思いますね。ではやっていきます。こんな感じで、まあ、文字を入れることができました。まあ、結局ね、最初考えてた通りにはね、やっぱいかなくて、まあ、こうやってね、計画的にやろうとしても私は外れていくんですよねまあここでね、どういう風にやったかっていうと、ここ 1,2,3,4,5 をして、で2段出ますね。まあ、ここでずっと言っていくと、なんて伝えたいのかな。まあ、バランスを見ながら入れていったって感じなので、まあ、説明のしようがないんですけど、まあ、こういう風にお見せしておくと、なんか参考になる部分があるかなと思うので、写しとこうかなと思うんですけど、まあ、ここの縦のとこはね、こう、細くていいかなと思うので、まあ、ここを1本と考えて、ここ5個に決めましたね。で、ここは2段欲しかったので、まあ、ここ1本と2、2なので5回、5個。で、ここは1つっても決めていったので、1つですね、こういうところ。で、C は、ですね、ここも2本欲しかったので、縦は。ここだけね、まあ、全部2本なのに、ここだけ1本っていうのはおかしいから、ここも2本にしましたね。まあ、そういう感じでちょっと決めてみました。ここも2段、みたいな。この M がね、ちょっと気になるんですね。この辺はね、なんとか O、C、O って読めるんですけど、ここはね、ちょっと M、ちょっとなんか、他にもできるんかなって思うんですけど、まあ今回はね、まあこれでやっていこうかなって。まあ読めないこともないので、これでね、進めていこうかなと思います。で、またずっとね、ここだけ、こう、メディアス風でやってたんですけど、まあこの上からは普通の細編みで、ずっと進めていこうかなと思ってますね。で、ここもずっと立ち上がりのところ、引き抜き立ち上がりなしでやってたので、まあ、ずっとここまでと同じようにやっていってって感じですかね。で、今回はね、その巾着でやろうと思ってたんですけど、まあこういう感じのこの前、これはカゴを編んだんですけど、まあ、これも上にリンクを貼っておくので、よかったら見ていただきたいんですけど、まあこういう感じで折り返しにして、カゴにしようかなと思って、バッグの散歩バッグの中の仕切りみたいな感じで使おうと思ってね、巾着を作ろうと思ってたんですけど、別に巾着じゃなくてもいいかなと思って、こうやってね、ポンってこう仕切りが結局欲しかって、なんか巾着があってもね、その多分開けっぱなしにしてると思うんですよね。さっと取り出しやすい方がいいと思うので、だからね、ここはこうやって折り返しにしたいのも丈夫にしたいっていうのもあるので、まあ折り返しをつけていこうかなって今のところは思ってたりするんですね。これが折り返しだとちょっと丈夫になるかなと思うんで。でもね、なんかある程度の高さまで、そのバッグの高さに合うまで、
やっていこうかなと思いますね。まあ、バッグの高さよりちょっと低めぐらいのところで、まあ、やっていこうと思うんですけど、まあ、好みのところまで増やしていこうと思います。ですね。で、この上は、まあ、普通の、まあ、ここはね、ずっと、この文字が入っているところは、ミディアス編み風で編んでたんですけど、この上はもう、文字とかも入れないし、普通にやっていけると思うので、細編みで全部、ぐるっとね、まあ、この上段、この上からはやっていこうと思います。そういうところかな。で、引き抜き、立ち上がりなしで、ここもね、ずっとやっていこうと思います。では、やっていきます。はい、こんな感じで編んできてましたね。で、ここから23段編んでました。で、まあ、ここはなんで、こうマーカーつけてるかっていうと、この細編みの、引き抜き立ち上がりなしにしているので、一番最初の、一番最後のこの境目に入れてますね。で、こうやって辿っていって、今ここで終わってます。最後のところ。で、ここでね、どういう風に終わるかなって思って、ずっと考えてたんですね、ここ編みながら。で、まあ、今回はね、使い道としては、このね、三本打つの中のこう仕切りみたいな感じで使おうと思ってたんですね。だからね、なんせここをしっかりさせたくって、で、ちっちゃいね、散歩グッズ、散歩バッグの中のバックインバッグみたいな感じですよね。だから出し入れもできてみたいな感じで、持ち手もつけようとも思ったんですけど。まあね、こう、ポンって置いてて、こう、飾りにもなったらいいなとか思うので、でも持ち手はつけずに、引き抜きをね、何段かしていこうと思ってるんですよ。で、その引き抜きもね、結構、自己流っていうか、やってたんですね、ずっと。で、それを、まあ、一回ここでカットして、ここからね、まあ、好みのところからずーっとこうやって上がって、ぐるーっとね、こうやって引き抜きをしてやってたんですけど、まあ、今回はね、上からちょっとやってみようかなと思って、下がっていく感じですね。まあ、できるかなと思って。ここでね、カットしても一段こう、バタンって上がってるから、まあ、それで繋げたらね、その最後もまた、バタンってどうせ終わるしと思ったら、まあ、このままいこうかなっていうところで、一個飛ばして、最初のとこ飛ばして、このね、いつも通りこの引き抜きからこう、やっていきますね。ここをずーっとね、一周、引き抜いて、帰ってきたら、次下行くっていう感じですね。この、ここを引き抜いていく感じですね。てかそういうのをずっとやってたんですよ。こうやってね、まあ、ひたすらずーっと引き抜いていくだけなんですけど、これでね、結構丈夫になるかなと思って。結構手間なんですけど、これをやることでまた可愛くなると思うし、ちょっとやっていこうと思うんですね。この1段するだけでも結構しっかりするじゃないですか、引き抜きって。それを、まあ、ずっとやっていくだけなんですけどね。まあ、ここまで一周やっていこうと思いますね。ぐるーっと一周やってきます、ここまで。はい。ぐるーっと一周引き抜いてきましたね。で、ここは一番最後。これが一番最初で、最後なのでここですね。ここまで引き抜いて、まあ、次はね、この一段下のところで、こうね、入れていくだけなんですね。ここで入れるんで、こう一回ね、こう、ここで、こうしますね。引き抜いて。ここやると、ここのね、次のところの穴、この横に取ったらこうなってる、ここですね。ここに針を入れて、で、後ろからね、こう、引き抜いてましたよね。ほらね、そのまま引き抜きます。こう、針を入れて、後ろからこう。ずっとこういうことですね。で、ここ、一本挟んで、ここ穴のところにあるので、またこの横、取ったこういうところですね。この線と線の間、ここに入れてますね。ここから出ている、その横。それでまたね、一周。一周っていうかね、何段も。そうですね、3、4、5段ぐらいしようかなと思うんですけど、ずっとねこう斜めに入っていきます。ここだからここはねちょっとおかしな感じになるのかなと思うんですけど、まあね、これでやっていこうかなと思いますね。こうやって後ろからずっと一個ずつふわっとねしていきますね。きつくするとここはこうぐしゅって絞られてくるので、こうふわふわっと、まあ、何段かやっていこうかなと思いますね。ではやっていきます。こんな感じで結局5段下がっ
ったところまでやってきましたね。で一番最後、まあ、ここでね終わりたいんですよね。こう、まあ、ここからはもう入っちゃってるんで、だからここでカットして、まあ、こういう風にねやってました。ちょっとほどいてやり直すと、こうやってねこういう風にしてちょっとずらして、まあ、引っかかったりとかするのでね、だからこういう風にこうやってやるとね結構早くできましたね。ここ黒だからちょっと見にくいんですけど、これで糸をカットしますね。最後のところで最初の、まあ、こういうふうにね自然にどこにつくかなっていうのを見てみて、まあこうかなと思うのでこういうところを刺して糸始末して完成しようかなと思いますね。こうやってシュッと抜いて、でこの出てきたところに返ります。返ってで裏に糸始末して完成です。まあ見やすい糸はね糸始末もしやすいんで、まあ、パール系とはね両方見やすいし糸始末もしやすいし最高ですよね。まあ、こういうところも全部カットして完成しようかなと思いますね。これを巻き込んでこう引き抜いてるので全部ギリギリでカットして、こんな感じですかね。パチンとで出来上がり、まあ、結構いい感じで名前入ったんじゃないかなと思うんですけどね。あのちょっといろいろやってみると、まあ、改善点が見えてくるのかもしれないですけど、今回はね、これでちょっといい感じになったと思って私は思ってるんですけど、まあちょっとサイズを測っていこうかなと思いますね。でペタンとした状態でこう測ると15センチ大体で、これが高さなのでここまで測ると10センチですね。で横幅が、19.5 センチぐらいですね、大体。まあここまで引き抜きしてよかったですね。よーく見るとね何気にこう違ってて、まあおしゃれかなとでこういうね真っ白じゃない白も大好きだし、まあ、この色合いとねこの柄がめちゃくちゃ良かったかなと思いますね。でもうちょっと浅くで使いたい時はこうやって折り曲げてもここでね結構しっかりこう折り曲がってくれるので、まあここまで計算しなかったんですけど、まあ、結果的に良かったかなと思いますね。ギリギリ見えるし、こうやって。なんかね、こうやってテーブルの上でボーンって使えたりとかもできると思うし、まあね、バックインバックみたいな感じは使おうと思ってるんですけど。っていうのもね、今、お散歩グッズにね、こういうの使ってるんですけど、これがめちゃくちゃ使いにくくて、これね、ダイソーで買ったものなんですけどね、この白色をずっと探してて、やっとあったんですけど、まあね、こうやって使うのがね、ちょっと使いにくくて、だからね、まあ、この、これ替えなんですけど、中の。この状態で、ね、ポンポンとこうやって入れといて、まあ、ビニールもすぐなくなるので。だからね、これ全部使い切って、まあ、普通の袋をね、また入れたりとかする、カゴ、バッグの中のカゴ。なんかそれがね、バラバラになってるのが私はちょっと嫌やったから、まあ、これをちょっと作ろうかなと思ったんですよね。でね、こういう流れるティッシュ。流せるティッシュ。まあ、これをね、ずっと使ってるんですけど、これもね、カバーの中でバラーってなってるのが、ちょっとね、気になってたので、これでね、カバーの中でまとめようかなと思ってます。こうやって。でね、ここになんか水を入れる、この折りたためコップカップみたいなのを入れて、とかね。まあ、こうやって使っていこうかなと思ってます。まあ、この折りたたんだ状態で、まあ、一応測ると、高さが8センチぐらいですかね。これぐらいが一番使いやすいのかな。これだけでもね、こうやって独立して立つし、めっちゃ使いやすいかなって思いますね。結構丈夫にできるかなって思いました。意外に。まあ、1枚だけだとね、やっぱりペローンってなっちゃうからね、やっぱここやってよかったですね。こんな感じで何か参考にしていただけるものがあればなと思って。こんな感じで可愛くできるので、ぜひやってみてください。
今日も最後まで見てくださりありがとうございます。